共通テストあり推薦を増やすと、前期日程欠席者が増えちゃう国立大学のジレンマ、河、え、合、ー、塾が公表したデータが記事になってたんですけど、国立大学の前期日程の欠席者が多いと、19万8251人が受験していると、1万6170人は欠席しとって、欠席率7.5%。 国立が6.9の公立が9.8ということで、前期に行って出願しといて欠席するってちょっと理解不能なんですけど、要は東大を受けるって言ってあの、受験しないわけでしょちょっと理解不能なんですけど、まあこれはですね、今の時代は割とあるんだと。いやー、ちょっと私が受験生の頃じゃ想像がつかないですね。で、これは過去10年で最も高い欠席率だそうです。とはいえ、東大、京大、一橋、東高大、東京芸大などを欠席する人はほとんどいないと。 34%が欠席している上越教育大、えー、それから新見公立大も欠席が多いそうです。うん。164大学中61大学が欠席1割超えと。で、どうも、平願の私立に受かるとご、えー、受験を取りやめている傾向があると。その証拠に、都立大と横浜市大欠席者多数と。うん。さらに、 共通テストあり推薦の割合が高い大学は欠席率が高いそうで、上越教育大は入学定員160人中50人が共通テストあり推薦。もういよいよ推薦3割来てるというふうになっちゃうとですね、共通テストあり推薦で受かってしまった人が前期日程を受けるはずがない。ということで、前期日程欠席すると。京都工芸繊維大は推薦タイプを大幅に増やした結果、欠席率も上昇ということで、 大変申し上げにくいんですが、このトップ大学じゃないところが共通テストあり推薦の割合を高めた結果、えー、前期日程を受ける人が減ってくるということが起きてますよというですね、まあ、国立大学の中にもかなりの格差化が始まってるんじゃないかと。欠席率トップ10ということで、えー、これが一概にそのまんま不人気ってわけじゃないんですけど、えー、上越教育、任意効立、愛媛県立医療技術。 宮崎公立、長野県立、宮城、山形県立保健医療、鳴門教育、なぜか徳島大、そして都立ということで、えー、まあ、東大、京大は別として、真ん中辺から下ぐらいの国公立大学はいよいよ推薦で行くものになりつつある。しかも、そのあたりだったら、本当は私立大に行きたい受験生がいる。その結果、 国公立大学ならどこでもいいという受験生ばかりではなく、不人気大が存在する。えー、地方の高校、私よく回ってるんで、北見高台から釧路、えー、公立までですね、あるいは沖縄の明桜大学まで、国公立なら何でも良いという高校の進路指導と、生徒や保護者本人もその気っていう学校は、地方にはまだまだ多いんですが、まあ、首都圏のそれなりに勉強のできる進学校通ってて、 えー、広崎大の文系行きたい人とか多分皆務ですよね。まあ医学部は別ですけど。なので、なんでしょうね。その真ん中辺ぐらいの国公立大ってもしかしてすごい入りやすくなってるわかんない僕には。入りやすくなってるんでしょうか。まあ共通テストなし推薦もありますからね。共通テストなし推薦、共通テストあり推薦が主流になりつつある。じわじわと。まあ大学によりますけど。つまりですね。 まだ今は1割2割とかですけど、実はこれらの大学って、私立大学の6割と同じように、本当に推薦でいく国公立大学になりつつある。これはちょっと序列化が始まっちゃってるなーって感じですね。東大を頂点にピラミッドになってるんじゃなくて、もう推薦でいく大学っていう別ゾーン 私立はとっくにそうなってますよね。要は、日東駒船とか参勤交流みたいなとこっていうのは、まだ一般選抜で行く大学なんですけど、そっから下ぐらいになってくると、推薦で行く大学っていうブランドにもうなっちゃってて、まあ、そのうちのいくつかはもう持たないと。これの国公立バージョンすら始まってるんですね。まあちょっと私の新刊にはその辺盛り込んでないんですけど、一般的な大学受験の話は盛り込んだんで買ってください。